ナガスマンさん、パガス、パガス、パフェ、パフェです、パフェ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 。なんか考えなあかんな、アイテム持った時のやつ。パフェです、エース、メガネです、ロケットマンさん、メガネです。俺やで、俺やで。ブラックデビル。ブラックデビルだ。ブラック似てな、似てなさすぎるやろ。知らんてないや。知らんてないや。君が育てたんや。君が育てたんや。ねえ。誰知らんって、君が育てたんやで、こんなキャラに。なあ、君らがこんなキャラに育てたんやで。あまりにも閲覧がなさすぎて、暇すぎて、仕事にまぶれて暇すぎて。なあ、ついにこんなんやって思ったわ。そりゃ俺だろうよ。あ、そりゃごもっともやな。誰俺って、そりゃそうやな。俺先。俺、わんわんわん。名前を言うな。辛いから名前を言うな。本名を言うな。本名を呼ぶな。見て、17何にもアイテム増えへんわ。17って何にもアイテム増えへんわ。これ、配信してる意味ある ?17 って。ショールームはなんか197になってるから、誰かが見てるんやろな。誰かが見てるんやろ。これコメントってどうやって見たらいいんだろう。テロップ、これか。違うな。見方がわからんわ。誰か来てくれてる。ありがとうございます。誰か来てくれてたいな。ありがとう。ごめんごめん。ごじりました、ペコリーって。誰か来てくれてたわ。うん、いらっしゃい。ショールームいらっしゃい。あ、腹グーグー鳴り出したわ。耳毛でわかるわけねえだろよ。耳毛映ってないし、ないやろ、耳毛切っとんのによ。耳毛映ってるか、耳毛が。映ってねえだろよ。ブラックデビルだ。ブラックデビル、ブラックデビル。ちょ、もういい加減、誰かポイントちょうだいや。アイテムちょうだい。アイテムくれよ、アイテムを。なんでアイテムくれないの?ねえ、君ら、人の枠やったらポコポコアイテム投げてんだろ?ねえ、俺ちゃんにもアイテムくれよ。ねえ、高額課金アイテムよこせよ。ねえ、高額課金アイテムを。あっ17でやっとコメント来たわ思ったら、バンブーさんやないか。何が初見ですや。あなたヘビーリスナーやないか。なんかハートいっぱい飛んでるわ。そんなんできんの?そんなんできんの?ショールームと17使い方全く分かってないね、おじちゃん。ナイスボタンないの?ないわ。うさぎ枠ナイスボタンないね。君ら人参が投げたいだけやろ、どうせ。なあ、人参が投げたいだけやろ、どうせ。君は人参が投げたいだけやろ、どうせ。人参が投げたいだけやろ、どうせ。ね、だから、うさぎ枠をしてるせいで、ね。ナイスボタンないね。アイテムくれよ、アイテム。ガランガランガラン。なんか17になんかなんかめっちゃハート飛んでるけど。来週のご予定いかがですか?どうしようかな、来週。3000ぐらいチラシもらっとこうかな。あ、チラシポスティングの報酬もらいに行く?顔洗うけど。女性の首絞め性的暴行を加えようと殺人未遂容疑なので男逮捕。また中国人かよ。32歳。殺人未遂強制性交致傷容疑。洗うに決まってるだろ、外行くの。この顔のまま外行くやつアホやろ。どこまで君ら求めんねん。求めすぎやろ。
あれ、17どっか行った。あった。わ、ツイキャス4人も来てるわ。闇営業ありませんか。ギューン。そいや、そいや、そいや、メキポカーン。ダンシー、ダンシー。ナナさんいらっしゃい。あ、ナナさんメガネです。ナナさんメガネです。あれっすよ。マッキー100円、ウサミミ100円、スポブラ100円。タンクトップや思ったやろ。これスポブラやで、これ。タンクトップや思ったやろ。これスポブラやからな。タンクトップや思ったやろ。スポブラやから。ちょっと似てるやろ。ちょっとだけ似てるやろ。ギューンギューンギューン。そいやそいやそいや、ミキポカーン。ダンシー。それぐらいしか知らんけど。お腹痛なってきたわ。パンツ一丁でスポブラしかしてへんからお腹痛なってきたわ。腹冷えてきたわ。ちょ、前回やった時もうちょっと似ててんけど、今回、めっちゃ化粧のノリもあるし、メイク失敗した。こんなん宮迫なんか、メイク次第やから。似てる似てへん、メイク次第やから、こんなん。ちょっと鼻塗って、口周り塗って、眉毛描いたら誰でも宮迫になるやん。誰でも宮迫や、こんなん。誰でも車、とどろきなれるわ。あ、お腹痛い。セロガン飲んだのにお腹痛い。天使の羽。パラッタ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 ッ、パラッタ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 ッ。ハツさんいらっしゃい。今日ちょっとメイクの化粧のメイクのノリが悪くてさ、ちょっと化粧失敗してさ、ちょっといつもより似てないねんけど、いつもより似てないねんけど。ペップレペペ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 ペ、キューピー3分クッキング。ペペ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 ペ。はやさん、風船です。風船するまで飛んでけー。にゃ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 しゅーにゃしゅーにゃにゃにゃしゅー。ふー。怒られんで、怒られんで、マジピザ頼むのか。ふざけんな。アイテムくれよ、アイテム。ピザ頼む余裕があるなら、アイテムくれよ。8000円分ぐらいアイテムくれよ。なんでリアトせなあかん。絶対絡みたくないわ。見てみ。今回、金梅絡んだせいで、ね、閲覧ガタ落ちしてるやん。やばな。閲覧ガタ落ちしてもてるやん。だから言うたやん、絡んだあかんって。お互い相乗効果で上がるんやったらええけど、あの配信をしたせいで、ね、絡んで配信をしたせいで、もうみんなが、あーあーみたいになって。もう完全に流れ変わってもたで。ふわっちの流れ変わってもたで、ね。怖いな、配信会って。配信会って怖いよな。千何本あった閲覧が600まで落ちたで。この間300とかやったやろ。え、マジで増え、ツイッターのフォローも減ったの。怖いな、マジで。マジで怖いわ。梅干しかなんか差し入れする。
みんなの、みんなのあの甘岐阜で梅干しかなんか差し入れする。だから配信って怖いよね。流れあるから。流れを、何やっても流れを作れた男が、今回大失敗を犯して、流れをぶち壊してもて、ぐいーっと閲覧上がったのに、ストーンと落ちたからね。ストーンと。やばくない？だって普通に閲覧が1000以上あったのに、今はまあ今600まで回復してるけど、あの絡んで翌日か翌々日ぐらい300であの配送したんでしょ。300でこれやばい思って枠来て逃げたんよ。よっさんのおかげでちょっと盛り返してるけど、あれよっさんと喋ってなかったらもっと一人で悩んで、もっと一人で落ちとったで、あれテンションも落ちてるし。やばくない？もうプレッシャー半端ないんやろな、1000とか2000とか言ってたら。もうなんかやらなあかん、なんか言わなあかんと思って、で、なんかやんねんけど、普通にしてるだけで維持できてたものを、もっとなんか、もっとなんかみたいなんで、なんかやらなあかん思って、で、滑り倒してああなんだよな。怖いな、配信って。配信って怖いな。お茶もなんかやらな、なんかやらな思って、な、これ、こんなことをして滑り倒してみて、閲覧。やばない、これ、今日、閲覧。なんなん今日めっちゃかそってるやん。俺普段いつも閲覧500くらいあんのに。ちょ、かそりすぎじゃない？普段いつも閲覧500くらいあんのに今日かそりすぎじゃない？ねえ。アイテムもいつもどっかんどっかん飛ぶのに今日かそりすぎじゃない？やばない？ねえ。最終的にちねるの。ちねらなあかんの。ちねるは嫌やな。気持ち悪いわ。もうほんまにやばいわ。あ、っていうか、パフェってすごいな。え、パフェの威力ってすごいな。え、パフェって150ポイントもあるの？マジで？パフェありがとうございます、パフェ。今更ながら。今更ながらパフェありがとうございます。パフェすごいやん。投げ落ちさん、これパフェすごいな、パフェ。え、花火の3分の1ぐらいあるってこと？花火の3分の1ぐらいあるってこと？これパフェって。ちょ、みんなパフェちょうだい、パフェ。いや、花火無理なんだったらせめてパフェくれよ、お前ら。じゃ、鼻だけ見たら北島三郎になってんだよ、俺。なあ、北島三郎になってんで、サブちゃんになってんで。なあ、祭りだ、祭りだ、祭りだ、北さん祭り。どうすんねん、滑ったやないか、また。いらんことやんとこ。いらんこと言うたらあかん。滑りまくるわ、これ。ちょっとだし、飼育しとこ。黙って、黙ってテンション低めでこう。映っとくだけで、なんかみんなの、みんなからアイテムでなんか盛り上がるみたいな、そんな枠に誘導するよ。これはアイテムが飛んでないから、あの、盛り上がってないんやで、みたいな。だから、あの、盛り上げるためにアイテム投げなあかんわって、みんなの社交心を煽って。いや、わからん。なんです。北さんの置いたかよ、わからん。他に思い浮かべへんかって。他に思い浮かべへんかって。難しいな。なかなか難しいな。配信ってなかなか難しいな。そら、大手も悩むわな。やればやるほど悩むと思うわ。人から叩かれるしな。ディスられるしな。俺ちゃんなんかディスられることないから。ディスられる寸前、あの、ディスられる以前に相手にもされてないから。あの、ご隠居の枠見てたらね、あの、何人かコメント見えないんだけど。何人かって一人やけど。誰？あの、あ、そう、それ言おう思ってたんや、さっきの枠で。あの、火薬の家に嫁ったやつおったやろ、あの、何やったか名前合わせた。あの、気持ち悪いやつ。気持ち悪いやつ。あの、火薬の家に、あの、嫁ってメントスコーラして、2000円置いて帰ったら気持ち悪いやつおったやろ。気持ち悪いやつ。FX 最新してたかどうか知らんけど、なんかあの、ご隠居の枠見たらコメントが見えへんのよ。な、誰かと、え、な、何のコメント読んでんのこいつと思ったら、あの、ブロックされてるみたい、ブロックされてるみたいで、一人見えないのよ。あの、火薬の枠に、え、マジで？マジで？あ、みんな結構そういうのあんねや。おうちゃんブロックあんませえへんけど、あの、ごく稀にね、しょうもない嵐したと、あ、ブロック解放しといてあげるわ。あの、一人を除いて、全員。ちょっと。ブロック解放しといてあげるわ。うん。
あの、俺ちゃんの本名を使うやつはもう完全ブロックやけどな、こんな。この一生ブロックや。一生ブロック外せへんねんな。なんで俺が見えへんねん。おかしいやろ。俺見に来てて、俺ちゃん見に来てて、俺ちゃん見えへんってどんな配信やねん。見えてなかったらブロックされてんねんから、ここにおらんやろ。そう、な、名前思い出されへんけど、あの、ご隠居の役でね、あの、ほら、火薬に嫁って火薬の家で、しょうもないメントスコーラしたりとか2000円払ったやつ、あいつ見えへんねん。誰やこいつ。っていうか、お前と絡んだことねえだろ、俺。誰なんだよ、お前と。何ブロック入れてんだよ。気持ち悪い。何もしてないのにブロック入れるやつってどういう神経してんの、マジで。何なの？俺じゃご隠居にブロックされたことあるけど。解除されてるからね。だから見れるからね。別に絡もうと思わないけど。もう、あの、それでもう冷めて絡まなくなったけど。コメントに盛り上げたっただけやのに、ブロック入れやがって。もう二度と、もう二度とコメントしてやらねえ。くだらなーい、あの、カス枠になってったらいいんだよ、俺みたい。俺ちゃんみたいにカス枠、カスになれ。お前もカスになれ。あの、不幸のお裾分けしといたったから。不幸はいくらでもお裾分けしたんで。売るほどどころか、もうタダであげるほど持っとるからね、不幸は。言うときますけど。お、あと18時間、あと18時間で、収益、アイテム収益できるようになるぞ。ついにここまで来たか、俺ちゃんも。やったね。あ、やったね。18時間、あと18時間だから、ね。ふわっちの、あの、閲覧を全部ツイキャスに流したら、9人だから2時間でいけんじゃん。2時間ツイキャスしたら収益化できちゃう。お腹痛いわ。お腹痛いわ。君らツイキャス見えひんの？なんか俺ちゃんふわっちの方がいつも人多いねんけど、君らツイキャス見えひんの？あ、一人誰かツイキャス行ったの？ツイキャス見えひんの？誰も。誰もというか、あの、ファッチの人って。あ、ほら、パフェ166なったで。パフェ166なったで。20人超えたから、さっき150だけど166なったで。ちょ、仮面ノリダー似てへん、マジで。花もやけど、仮面、今は分かってんけど、仮面ノリダーとトドロキって似てんねんな。同じメイクってことやな。仮面ノリダーとトドロキは同じメイクでできるってことや。さっき見てやってく、見てくれた？うん。じゃあ、あの、みんな、あの、PC 持ってる人は二窓でツイキャス上げといて。うん、ほんなら、あの、アイテム収益が早くなるから。で、アイテム収益ができるようになったら、みんなお茶箱持ってこいよ、お前ら。お茶箱持ってこいよ、お前ら。ああ？ああ？アイテム収益って何がもらえんの？何でもらえんの？あの普段のあのなんとかスタンプとかコンティニューコインとかはお金になんの？全然わからんねんけど、ツイキャス。やってみなわからんねん。あと、ショールームと17はなんでこんな稼がれへんの？ショールームと17なんでこんな稼がれへんの？ねえ。なんでこんなに稼げねえんだよ。稼がせろよ！はい！はい！お願いします。お願いします。じゃあ、あの、ふわっちも結構な人数見てる割には、なんか一部分しかコメントくれへんな。ええねんけど、別に閲覧だけでも。うん。閲覧してくれてるだけでも、君らはおりちゃんの養分、よりの養分になれ。ああ、ツイキャスやらんねんな。やっぱやらん人おるもんな。そこやねんな、問題は。あの、おじゃツイキャスよりもフワッチの方がいつも閲覧多いのよ、うん。で、ショールームと17はもう意味が分かる。閲覧されてるのかどうかすら分かってない。何なのかは分かってない。これ何と思いながら。まあ、とりあえず、あの、知名度を上げていかんだな、っていう。うん、まあ、言うても、あの、皆さんね、あの、ファッチの方、ツイキャスの方、ショールームの方、17の方ね、おじゃね、あの、個人で検索していたら YouTuber です。おじゃ YouTuber ですか。日雇い派遣おじさん YouTuber。 日雇い派遣おじさんで検索して一発で出てくる。1位で出てくるから。あ、プラスギガマックスおじさんでも1位だから。
1位やで、1位。Google 検索で1位やで、おいちゃん。ピザか定食か迷うな。定食って何？すごくない？ヤフー検索でも1位かな。ちょっと検索してみよう。ちょっとパソコン固まったわ。ギガマックスおじさん。あー！カメラ倒れる。カメラ倒れる。ギガマックスおじさん。ほら。ギガマックスおじさんで Google、Yahoo 検索したら3位に俺ちゃんの動画が出てくるもん、YouTube の。すごくない？ 3 位、5位、あ、5位は俺ちゃんちゃうな。3位俺ちゃんやで。日雇い派遣ポスティングおじさんジャグラー。激辛ギガマックス、激辛ギガマックス探す旅2019-06-30。ペヤング激辛焼きそば超大盛りギガマックスマルカ食品って出てくる。しかもこの、ここあれやな。タグ付けしてないのにな。ちょっとタグ付けといたろ。もうおじちゃんこれでどんどんバズってって有名になったら君らもうあれやで。相手してもらわれへんのに、ね、今のうちやで。俺ちゃんに恩売っとくんやったら今のうちやで。なんて言うと、ギガマックスおじさん、ペヤング、何にしようかな。超、大盛り。よし。保存した。ビットコイン下げてる？うん。俺ちゃんの口座残高下げてるからどうでもいいわ、そんな。もうそもそも俺ちゃんの口座残高これ以上下がらんからもうどうでもいいわ。金くれよ。宝箱くれ、宝箱。アイテム止まってるで。なあ。アイテム止まってるで。閲覧減るなよ。どこ行った二人。まあ、9やったんや、7になるなよ。どこ行ったんや、逃げたんだ。ねえ、やろな。お昼の時間帯や思って、あ、お昼休みやからまだこの人増えるんじゃん。お昼休みやから人増えるんじゃん。お昼休みでお昼行った人が二人。で、これからお昼休みでね、来るや、誰か。お腹痛いわ。お腹痛い。延長すんで。アイテムもらったから延長すんで。じゃあ、天の川彦星。織姫3点お願いします。盲腸かな？めっちゃ腹痛いわ。せいろが飲んでも腹下痢すんねんけど。え、盲腸って下痢すんの？盲腸って下痢する？わからんねんけど、盲腸になったことないから。盲腸って下痢、あ、もうギリ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 ちょっと布団かけとこう。お腹だけ布団かけとくわ、ちょっと。お腹冷えてんねやわ。仕事にあぶれとお腹冷えとるわ、お金もないから。しない、マジで。じゃあもうちょちょないじゃん。お昼ご飯代ちょうだい。お昼ご飯代ちょうだい。お昼代ちょうだい。
から食べよう。マクドはあるけどやな。仕事人売ってくる。仕事人ってスロットパチンコ、まあ、パチンコ長いこと売ってないな。パチンコもうパチンコほんまおもんない。大阪のパチンコどんだけおもんないか。なんでかって回れへんから。全然回れへんから。死ぬほど回れへんから。1パチなんてもうあの何 1パチ、大阪の1パチってあの1000お金入れるやん、ボタン押すやん、玉出てくるやん、打つやん、回らんねん。ずーっとじーっと止まった画面の中、カチャン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 、カチャン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 、この繰り返し。で、1000円終わってパッと見たらゼロ回転とかたまにあるからな、マジで。クソ台は。クソ店のクソ台1000円でゼロ回転たまにあるからな、大阪。びっくりやろ。え、今釘いじったらあかんはずやんな。昔は釘で調整してたけど、今の台って釘いじったらあかんはずやんな。完全に釘いじってるやろ、そんなもん。1000円でゼロ回転ってお前、釘いじりすぎやろ。そう、南のどこかすげえ回ったけど、マジで？マジで？アミスターやからかな。プレミオやからかな。大阪のパチンコや、ほんま回らんねんけど、マジで。びっくりするぐらい回んない。1000円入れてボタン押してハンドル回す、終わる。いえ、ゼロ回転かよ。よう回ったなぁ思ったら3回転。またほんで今の長い演出が外れるくせに、当たらんくせに演出だけ長い。ウィキドラキャンパンタンピカピカババンガーガチャンタンタンシュワー。外れ。どんだけ長い間演出やってハズレなんだよみたいな。あ、いらっしゃい、しゅんちゃんいらっしゃい。タコパンさんや。で、あの1000円で3回転しか回れへんクソ台やのに、なんかすっごい演出見たからすっごい疲れるもんな。一パチとか、まあ、あの大阪のパチンコって。1000円入れる、玉出てくる、ハンドル握る、全然回らんけど、回ったやつがたまたまなんかリーチになる。すっげえ演出する。めっちゃビカビカバーガンタンガンゴンドシャンガンダンビアブワージュワーガンニンドゥンドゥンギュンギュンギュンそいやそいやそいやメキポカーンシュワー。ハズレかよ。そこまでしてハズレかよ。ガランガランガランや。パチンコ屋の客がガランガランガランや。タイガーマスク、タイガーマスク、タイガーマスク。ナイスないんすよ。あの、うさぎ枠やかった。ナイスないんすよ。うさぎ枠ナイスないんすよ。うさぎ枠、ペンギン枠ではないから。ね。ペンギン枠ではないから。うさぎ枠やから、ナイスはないけど、ね。宝箱は投げれるから。もう一度言おうか。この枠は、ペンギン枠ではないから。うさぎ枠だから。宝箱は投げれますから。いいんじゃないです。タコマンさん、いいんじゃないです。あ、しゅんちゃん、コンティニューコインです。しゅんちゃん、コンティニューコインです。いやー、もうろくなことないな、生きてても。マジで。今来た人のためにもう一回言うけど、俺ちゃん今日仕事の予定だったのよ。で、二日の日にね、7月の5日10時に集合でお願いします。ね。6時半ぐらいに電話が鳴ってんのよ。ね。嫌な予感したよ。多分そうやろうなぁ思って。10時に集まる意味ないもんと思って。ほんで、嫁ちゃんが起こしてくれた8時過ぎに、一応電話してみたの折り返し。じゃあ、偉そうに。今日は休みでお願いします。もうこの時間ですから。この時間ですから、もう休みでお願いします。いや、今日10時って聞いてんねんけど。いや、10時じゃないですよ。6時っすよ。もうこの時間ですから、休みでお願いします。カッチーン。いや、メールで7月の5日、10時でお願いしますって連絡を受けてるんだけど。なんだ、もうちょっと怒ったん、触ったんやろな。
申し訳ございません、じゃあ次は月曜日でお願いしますって言ってるけど、その言ってる態度、言い方がめっちゃ不手こい。あ、すいません、あ、申し訳ございません、あの月曜日、月曜日、次月曜日で60年します。死ねよ、マジでよ、舐めてんだから、てめえよ。損害賠償問題とかんなもん。お前んとこ悪いんや。お前んとこ給料保証しろよ。こっちは準備できてんだよ、10時出勤の。もうバカだろ、マジで。クソガキが死ねよ、これ。クソがマジで。ポスティングはやめてない。来週3000円もらうから。あしゃさん、忍者です。てまちゃん、車の中でお昼寝とかしないの？しないの？お昼寝とかしたいの？あー、金ねえわ。金ねえわ。じゃあ、あの、この枠言う、何回も言うけど、ペンギン枠読まへんで。じゃあ、ファッチの人。この枠、ペンギン枠、あ、ナイスくださいって書いてるかわかんのか。アイテム、なんや、宝箱くださいって書いてあるか。これや。戻って終わり。でももう帰ってんじゃん。そう、宝箱よこせよ、マジで。十何人黙って見てんと、な、お布施しづけよ、お布施。これは言うとけど、アイテム供与とか、こじきじゃないからな、お布施やからな。お布施やからな。宝箱見てみたいわ。ああ、宝箱見てみたい。宝箱見たいなぁ。え？まあ一応任意やな。強制はしてへん。強制はしてへんけど、ねえ、もうそろそろアイテム投げない人らブロックしていくで。マジで。ねえ、どんどんブロック入れていくで、また。ねえ、かそってもええねん、そんなもん。ねえ、ブロック入れていくで。今、かそってるやろ。なんでかそってるか教えたのか。ねえ。あ、いやいやいや、いるけど、アイテムくれへん、全部ブロックしちゃったんや。あんなこんなかそったわ。あははは。はいつもだいたい閲覧500ぐらいで配信してたけど、見て今閲覧。もう2桁やで、みっともないわ。ねえ。もういい加減アイテムくれな、みんなブロックやで。強制やないけど、みんなブロックするで。ええんやな。ええねんな。ええねんな。そう、閲覧5万人ぐらいおったからな、おっちゃん言うとくけど。見て、2桁まで。4桁、5桁のおっちゃん、今2桁なっとんで、おい。どうすんの、これ。あ、キャスもやってるよ。あの、ふわっちとキャストショールームと17やってるから、今。うん、同時配信、あの、ミラーちゃうからな、言うとくけど。角度全部ちゃうし。いろんな角度から見れるようにね。いろんな角度から見れる、みんなに見れるようにね、俺ちゃんのね、配信技術のね、あの、ハイクオリティレベル、技術を駆使したね。うん、FC2 はやってないな。アカウントは持ってるけど。だいぶ前からアカウントは持ってるけどな。なんだったらフワッチやる前から FC2 のアカウントだけは持ってたけどな。配信することないわ、と思って。ああ。ショールームめっちゃ落ち着いてんな。何にもいい。これ見てんのかな？みんな見てんのかな？わからんけど。何にもコメントけえへん。17も全然コメント系。見てんのかな？え、団子なくなったの？マジで？え、でも2ついてるよ、団子。わからんけど。あ、7月になったからもう、集めることはできなくなったかもね。持ってるのも投げるのはできるかもしれないけど。
ちなみにツイキャスもあと十何時間でアイテム収益できるようになるから。頼むで、みんな。ツイキャスのみんな頼むで。もうあと十何時間でアイテム収益できる、課金できるようになるからな。頼むで。まあ、あれよ。ツイキャスが、ね、アイテム収益できるようになったら、もうふわっちなんかどうでもいいから。ふわっち行くわって、ふわっちおるやない。何言うてんの？ふわっち行くわ。ふわっちおるやない。頼むで。もうこれで、ふわっちがアメリカの出番になってもツイキャスっていうことができるから。ただ、ふわっちしながらツイキャスやって同時番になったらちょっともうどうしようかなって感じやけど。同時番になったらもうショールーム17もと 4弦同時番になったらもうどうしようかなって感じやけど。それこそ FC2 やな、みたいな。頼むで。これは何のアイテムがいいんやろ。とりあえず今はコンティニューコインが一番いいかも。コンティニューコイン持っといたら、ツイキャスをほったらかしてるだけで延長になっていくから。ツイキャスは便利よね。コンティニューコインが山ほどあれば、ね、ほっとくだけでずーっと延長していくから。いつまでも監視できるよ、おりちゃんは。おりちゃんは24時間監視できるよ。いえ、フラッチコンティニューコインないでしょうよ。延長、有料、コンティニューコインを買わないと、多分ね、配信してる側はね、延長できないんですよ。でも、みんなは、100ポイント毎日もらえるから、それでコンティニューコインを投げることができて、コンティニューコイン5枚以下なんかで延長できるんじゃないかな。あ！白猫さんにじゃないです。向こうじゃないですよ。溜まって、ストックされていくから、ストック。ストックされていくから。うん、そう、ツイキャス本格参戦やで。ツイキャスメインにしていく。あ、タコポンさん、コンティニューコインです。タコポンさん、コンティニューコインです。テマちゃん、コンティニューコインです。ギャランドゥさん、人参です。タコポンさん、コンティニューコインです。テマちゃん、コンティニューコインです。あ、これでコンティニュー多分できると思う。テマンゲジオンさん、コンティニューコインです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 。シュンちゃんさん、メガハです。超手間タンかもしれないさん、コンティコニアです。超手間タンかもしれないさん、コンティコニアです。ガーコさん、天の声です。コンティニューバーガー。おちまい？うん。そうそう。これで、今3人でしょ。ってことは、あと6時間ぐらい配信したらね、もう、おりちゃん、アイテム収益化ですよ。ツイキャスでアイテム収益がもらえちゃうよ。ふぅふぅふぅほぅはぁマイキーピョンおっと、奥さん来るなんですな。奥さん来るなんですな。長かったな、ここまで100時間。長かったわ。めっちゃ長かったわ、ここまで来んの、ツイキャス。どんだけ配信せなあかんねんって感じやろ、あんまり。びっくりやろ、ツイキャス。ファッチはファッチで別に閲覧が10やろうと20やろうと、アイテム止まんかったら何にもなれへんからね。キャスはとりあえず閲覧になって、あれだけでも、次の段階ステップへレベルが上がったりとかね、そんなんができるっていう、そういうのがあるから、
だからみんなツイキャスやんのよ。フワッチなんてとりあえず誰でもバカでもチョンでもね、枠あげりゃね、アイテムさえもらえりゃ金になる。ね、ただ、アイテム飛ばねえから。フワッチなんてアイテム飛ばねえから。もう今、フワッチに金もおれへんやん。フワッチに金もおれへんやん。金もおったら別やけど。フワッチに金もいねえじゃん。バリとマジで。じゃあ閲覧減ってない？フワッチ閲覧減ってない？お昼なんだからさ、あ、50人いった。なかなかやな、なかなか。俺ちゃんもしかしておすすめ乗ってんの？おすすめ乗ってんじゃん、今日。おすすめ規制の俺ちゃんおすすめ乗ってんじゃん。何したか知らんけど、しょっちゅうおすすめ規制される俺ちゃんおすすめ乗ってんじゃん。うわ、金映えまた配信やめたで、やばない？やばない？誰っていうやつばっかりやな。誰っていうやつばっかりの中におるな、おいちゃん。ゆうのゆだと横並んでるわ、やめて。もうちょっと上行こう。もうちょっと上行こう。ゆうのと並んどる。キートスまでまだ200時間以上あるわ。閲覧落ちとるで。はい。はい。お金くれよ。いや、金ないってだ。お金ないってばさだから。お金ちょうだい。あ、闇営業を考えた。高額か、あの、宝箱を4つで虫豚屋行くわ。闇営業。安い闇営業やな。虫豚4つ、虫豚4つじゃ。宝箱4つもらったら虫豚買いに行きます。っていうか、宝箱って1個なんぼな。なんぼもらえんの。じゃ、最近やってる？虫豚屋。やってないやろ。行って、この間店、行ったら店閉まったし、おらんのんちゃん。おらんのちゃん。ミュイちゃんおらんのちゃん。高い、なんぼすんの。宝箱ってなんぼすんの。宝箱って君たちが買ったらいくらで、それをもらったら俺ちゃんなんぼもらえんの。それ次第やろ、そんなの。なかなかええ感じの数字やな。全然お腹すけへんねんけど。セラタンさん、忍者やす。なんでもかんでも金やで、金金金や。金金金の世の中や。泣くのは弱いものばかり。雪に白鷺闇夜にカラス、紛れ隠れる悪いやつ、正直者はアホ踊り。どこにいようと探し出し、必ず仕留めてご覧に入れやす。仕事人やないか、それ。金やで、金。金。金、金、金の世の中や。金、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 金ちょうだい、金。金。なあ。宝箱っていくらすんのさ。ちょっと投げてみない？ちょっとお金持ちの方々投げてみないですか？ね。宝箱投げたら、ね、おうちゃん喜ぶかもしれへんで。なあ。あ、宝箱以外喋らんかった。そうやな、ほんまやな。宝箱以外喋らんとったろかな。なんか来ても、あ、あいっす、宝箱、あれです、宝箱ください、宝箱ちょうだい。うっちゃん、金やで金、いいんじゃないです。
ピ、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 ケ、ピケモグナさん、ウィス。ウィス。ウィス。ギューン。ギューン。ギューン。そいや、そいや、そいや、メキ、ポカーン。いいね、あざす。いいね、あざす。ね。宝箱ちょうだい。宝箱ちょうだい。ピ、ピケモグナさん、忍者です。おいっす。おいっす。宝箱ちょうだい。何回も言うけど、この枠別に、ペンギン枠ちゃうで。ジュニアメガネス。ねえ。この枠ペンギン枠やないんやで。別に。なあ。え？君ら。遠慮せんでええんやで。遠慮せんで、どん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 高額課金アイテム、投げてくれたらええんやで。ママ、パパやママの財布からね。パパやママの財布からね。うん。パパやママの財布からこちょこちょってしてきて、な、コンビニって課金して、な、ポンポコポンポコおじちゃんに高額課金アイテム課金してくれてもええんやで。な。え？おばあちゃんから小遣いもらえるやろ、お前ら。ねえ。あ？もう飲むで、もうマジで。やることないんだから今日も仕事あぶれて。もう2週間仕事あぶれてんだよ、こっちは。ねえ。仕事あぶれて金もないな。なんもない。なあ。酒飲むぞ、もう。ええ加減。他、他枠に爆投げしてる人と思われたくないので。え？いや、こんな奴にも投げてんねや。すごいこの人って思われるかもしれない、うちに投げたら。え、こんな人にも投げてんの？この人すごいって。すごいって。すごい、すごい、すごいの、すごいのって言われるかもしれんで。おい。おい。アイテムください、チャンスください、おい。おい。宝箱アイテムください、おい。お願いします。お願いします、チャンスください、おい。おい。楽しそうで羨ましい。ちょっと待って、これ楽しそうに見える？これ楽しそうに見える？ね。2週間も仕事からあぶれてまんねん。お金おまへんねん。お金おまへんねん、こっちは。楽しいわけないやろ、お金ないのに。ね。ずっと下痢してるし。ね。こんなね、わけのわからんもん食わされて、下痢してまんねん、こっちは。宝箱ちょうだい。うち別にペンギン枠ちゃうで。ええんやで。おうちはもう TikTok しようかな。これ。いや、シンガポールやらせちゃうやろ。シンガポールやつちゃう、あれマジやったって何回言うたらわかんねん、君は。ね。何回言うたらわかんねん。死に物狂いで帰ってきたやないか、ほんま。君らこう飛行機代1円もよこせへんから。ビン様だけやマクド代くれたん。あれなかったら わしらマジで餓死しとったんやぞ、あれ。海外で日本人男性餓死。2名餓死するとかやったんや。これはもう、ちょっともう、七夕アイテムくれよ。延長でけへんやないか。延長。延長代ちょうだいじゃ。わかったよ。もう パフェちょうだい。延長代パフェちょうだい。ね、TikTok また Twitter 凍結。それ言いやねん、それ。ペンギン枠じゃねえわ。ペンギン枠じゃねえわ。ね、ちょ、誰かパフェちょうだい、パフェ。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 ちょうだい。ね。パフェ。パフェ。パーフェクトボディ。パーフェクトボディ。これでみんなも、パーフェクトボディ。どうすんの？この後始末。どうすんのよ？
泣いてないわ。嫁パート中や。まあ、ある意味嫁泣いとるわな。嫁12時から多分昼休憩。昼休憩中に、あの、旦那がね、枠やってるのを見て、パッと見て、今日何してんのろ旦那ってパッと見たらな、家でうさ耳つけてこんな顔でな、アイテムくれ、アイテムくれ言うてんのに。嫁の精神状態すごいな。うちの嫁の、あの、何、メンタル強いのすごいな。もうそろそろ離婚考えるときちゃうか。やばないか。いけるまだ。まだ大丈夫。まだ大丈夫。まあ、俺ちゃんのいいとこは嫁には優しいからな。俺ちゃんのいいとこは嫁のことを愛しているからね。君たちと違って。君たちと違って、ね。うちは家庭円満だから。夫婦円満だから。ね、付き合ったらの、別れたら出ていけたら、しょうもないね。しょうもない。配信を繰り返しろ。デブ人気とかね。まあ、ブスサイクなカップルいっぱい最近おるけども。ね、うちは、ね。いくらこんな配信をしてもね、ずーっと家庭円満だから。ああ、ちゃんと結婚生活送ってるから、こっちは。君たちはレベルが違うから。アバンブーさん、こんにちは、です。リスナーにも優しいんだから、ね、宝箱をここよこせよ。ええ加減、ほんま、お前らブロックするぞ、マジで。なあ、相手もくれへんのやったら、ブロック入れてこ。ブロック入れてこ。もうあの、アイテムくれないやつブロック入れていくから、閲覧減るけど、ちょっとごめんね。はい、ブロック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 だいぶ減った、閲覧。はい、ブロックはい、ブロックはい、ブロック閲覧だいぶ減った。いや、だってアイテムくれないやついらないもん。うん。アイテムくれないやつはどんどんブロックしていくからね。来て、いきなりアイテムくれないやつは、どんどんブロック、どんどんブロック。どんどんブロック。あ、次、モグラ枠にしようかな。モグラ機能をつけて、喋らんやつは追い出して、来て、アイテムよこせんやつはブロックしていこうか。じゃあ、金持ちだけが残るんじゃん、最後。最後、金持ちだけが残るんじゃん。めっちゃええかん、めっちゃええやんやん。おちゃん賢くない？おちゃんめっちゃ賢くない？貴様らに自由なんかねえんだよ。貴様らには人権すらねえんだよ。お前らに人権すらねえんだよ。もう言論統制していく。もう宗教みたいな。宗教みたいな枠にしてやる。モグラ機能をつけて、喋らんやつを追い出して、コメントはするけど、相手もよこせんやつは全員ブロック。どんどんブロック。そうそう。ああ。宗教にしてやるよ。この枠を宗教にしてやるよ。今日リスワン取れんじゃん。お守り売ろうか。お守り売ろうか。あの、お守り売るわ。お守り売るわ。よし。じゃあまずな。はい。これ欲しい人、2万円振り込んでください。幸せになりたい人、2万円振り込んでください。お守りです。お守りです。今、俺ちゃんの、ふわっちツイキャス、ショールーム17見てるみんな、グッチョイス！君らにはね、お守りを売ってあげます。2万円。
この守り2万円。この守りがないと、お前ら全員不幸になれ。不幸光線今送りつけたから。マイナス不幸光線を今君らに送りつけたから、この守り買わないと、ね、不幸になるよ。2万円これ。2万円、振り込め。早く振り込め。なるわ。俺ちゃんのいつものリソナに振り込めよ。あ？リソナかジャパンネットか、ね、楽天に振り込めよ、お前ら。はい。はい。これがあったら、ね、俺ちゃんの不幸光線を跳ね返すことができます。俺ちゃんの不幸光線を、この守りで俺ちゃんの不幸光線から身を守ることができます。これでハッピーです。今見ている全員、グッチャイ全員に不幸になれ。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 お前ら今から24時間以内に不幸になるから。お前ら全員今から24時間以内に不幸になるから。幸せになりたい人はこの守り。これね、2万円で買え。2万円。仏壇はこの先にあんねん、まだ。まずはお守りを買え。これ2万円だから。この守り2万円な。うん。この守り買わんかったら知らんで、マジで。知らんで、お前ら。お前ら言うとき知らんで、マジで。もう消費税とかいらんから、もうおまけしといてるから、お前らやから、お前らやから消費税おまけしといてるから、これ2万円。この守りな。こんな配信してたら、ほんまに宗教の人が電話かかってきたわ。めっちゃリアルタイムやな。びっくりした。まあ、参議院選挙もあるからな。参議院選挙もあるからな。大丈夫、分かってるから、分かってますよ。心配、選挙頑張りましょう。選挙頑張ろう、参議院選挙頑張ろう。な、参議院選挙頑張ろう。分かってますって。分かってます。みんな、公明党、公明党、よろしくお願いします。俺ちゃんは維新に出るけど。あかんで、そんなに言うたら。あ、で、出た方がよかった。リンリンのコーナーって何？風鈴？おりん？あ、おりん売りつ、あ、このおりんね、一個、ワンセットしかないんだけど、これ5000万でどうすか？このおりん、ワンセットしかないんです。このおりん5000万です。これアイテムもらった時に、花火、お花火ありがとう！お、いらっしゃいとか、ね？南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経とか、ね。何でも使えるこのおりん。この便利なおりん。このおりんをね、5000万ぐらいどうすか。ね。あ、ラータンコンティニューコインやです。ラータンコンティニューコインやです。ちょ、ラータンもういい加減オフパコしようや。もうな。ちょ、ラータン一回オフパコしよう。そうそう、FX の時にも使えるよ。FX の時な、どうやって使うかって言ったら、今、俺ちゃんがそんな感じやねんけどね。FX の時どうやって使うかって言ったらね、